はい、こんにちは。今日はストレスレスの休日の過ごし方をお伝えしていこうと思います。ストレスレスって言うとなんか口はちょっと噛みそうな感じはするんですけれども、ストレスレスっていうのは何かっていうと、もう言葉の字のごとくですね、ストレスがない休日の過ごし方、休日を過ごすとストレス溜まるのっていうお話なんですけど、実はこういうからくりがあって、結局ですね、休日っていうのは人を意外と幸せにしないっていう研究結果が出たというですね、ちょっと残念なものがあるんですけれども、まあ、よくですね、休日皆さんどういうふうに過ごされてます？例えば、まあ、今の時期なのでなかなか難しいかもしれないですけど、ちょっとした長期休暇だったら旅行に行ったりとか、友達と遊んだりとか、バーベキューしたりとか、ちょっとした施設に行ったりとかっていう、まあ、いろんな過ごし方をすると思うんですよね。まあ、普段できないことをいろいろやってみようというようなことで、いろんな過ごし方をされていると思うんですけれども、当然その休日に旅行に行ったり遊びに行ったりっていうリフレッシュをすることによって健康的になったりとか、それから幸福感を増したりとかっていうのはあるんですが、結構ですね、効果は低くて、日常生活、要は社会人の方だったら仕事に戻るとか、学生の方だったら学校生活に戻るとかっていうような、日常生活に戻っていくと、結局そこで増した健康関係、健康的な部分とか、死者の幸福感とかっていう部分っていうのは、まあ、すぐに 50-50 は打ち、まあ、プラマイゼロに打ち消されてしまうっていうことなんですよね。じゃあ結局、まあ、ないよりはあった方がいいんですけれども、結局その人生をまあ豊かにするために休日ってうまく活かせてないんじゃないかっていう話になっちゃうわけなんですよね。で、やっぱりだらだら過ごすっていうよりはもう当然いいことなんですけれども、やっぱり休日を過ごすなら、その休日があるおかげで学校生活がより良くなったりとか、仕事の効果とか成果が高くなるっていう風に持っていけた方がいいじゃないですか。ってなった時に、じゃあ休日をどう過ごすのがいいかっていうと、実は休日そのものを過ごすっていうよりも、休日を迎えるにあたっての計画を練ることの方が大事だっていうことが結果としてなんですね。その方が行き当たりばったりで、例えば土曜日迎えました、日曜日迎えましたってなった時に、朝起きた時に今日はどうやって過ごそうかなっていうよりも、土曜日になった時点、日曜日になった時点で、今日はあそこであそこに行って、これを買って、あの人と会って、こんなことして過ごしてっていう風に計画を練って過ごした人の方が、最大で約4倍ほどの健康的になったりとか、あるいは幸福度っていうのが持続したっていう結果が出てるんですね。でこれって一体なんでかっていう話なんですけど、以前僕の別の動画なんかでもお話ししたことがあるんですが、人間っていうのはその計画を立てるイコールコントロール感を味わうことができるんですね。そのコントロール感によって、人の幸福度とか健康度とかっていうのが増していくっていう結果が出てますよっていうお話をしたことあると思います。老人ホームで観葉植物をどう育てるかと、自分で育てたように育てるのか、職員さんに言われた通り育てるのかで死亡率が変わったりとか健康度が変わったりとか、あるいは、老人ホームに訪れてくれる若者たちの日程を指定できるか指定できないかで幸福度が変わったりとか健康度が変わったりとかっていうお話をしたことあると思うんですけど、興味ある方はぜひそちらの動画もご覧いただけたらと思うんですが、結局ですね、人間っていうのは支配感、コントロールを、自分で、できる人の方が健康的になったりとか幸福感を味わえたりとかっていう傾向がやっぱり高かったっていう話になりますんで、まあ、寿命とかを伸ばしたりするためにも、まあ、一つ重要なところ部分になっていきます。最大4倍って言ったら、例えば休日過ごして2日間だけ仕事頑張ろうって思うんだったとしたら、単純計算8日ですから1週間以上仕事頑張ろうと思えるわけですよね。でそこにさらにまた計画した2日間の休日を過ごしたってなったら、一生このループを繰り返していけるじゃないですか。やっぱり休日を計画しっかりと練って過ごすっていうことは、まあ、この結果から見ても非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。やっぱり旅行に行くなんかでも、旅行に行くのも、行くこと自体もやっぱ楽しいと思うんですよ。行くこと自体も楽しいんですけど、意外とパンフレットを見て、どこに行く、あそこに行く、どのホテル泊まってどこ遊びに行くとか、どの観光スポット見に行くとか、どんな料理食べるっていう風に考えたり、計画を彼女彼氏とか、あるいは友達とか家族とかの言ってる方が楽しかったりするじゃないですか。結局そういうことなんですよ。その楽しいことが実現されていって、自分たちが思い描いていたイメージ通りのことが現実になっていくと、あ、計画してよかったなっていう幸福感がその倍増していくっていう話ですので、ぜひですね、今度
4連休ですか、体育の日が、ね、今年はまあスポーツの日に変わってずれ込んで4連休が来たりとか、さらにその、約1ヶ月後にはお盆っていう長期休暇もまた連続して続きますし、さらにそのまた1ヶ月後には今年は3連休2回じゃなくて4連休1回っていう9月のお休みも来ますから、あの7月8月9月と4連休とかお盆とか4連休という形で、長期休暇がポンポンポンとちょっと来る形になりますから、ぜひですね、あのそこ特にそこに向けて計画を練って、いい過ごし方を、していただけたらなというふうに思います。そうすることで日常生活の質っていうのも上がっていきますから、ぜひ試してみてください。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。